うも、井出隊長です。今日のテーマはラーメン。はい、ということで今日も第一記念博の会場、大久保公園の片隅から、はい、BGM を消してもらってお届けしております。ずるいね、こういうことやってね。すごい、やっぱ権力者なんですね。権力者ですすごいですね、隊長っていうぐらいだからやっぱりこういうもんなんですね。僕らも YouTube 撮りたのに音楽あるから、うん、こっちで編集しなきゃいけない。消さないといけない、それ大変ですね。大変ですね。というわけで、ラーメン大好き、やらん中島です。中島です。そして友達の、はい、その友達のモグライダーともしげでーす。たまたまいた人です。たまたまいた人で、はい、でももうラーメンは僕本当大好きなんで。好きだよね、はい、本当ね。ただちょっとその最近あんまり行けてないんで、いろいろなところ忙しいから、ね、はい、だからちょっとそのこの今日のねやつがちょうど、でもあれじゃん、仕事で福岡とか行って食ってる。そうそう、ああ食べました食べました、羨ましいね。いろいろ有名なラーメン、広島とか行って終わり尾道ラーメン、ね、だいろいろなんか確かに今日来てるよ。そうそう、確かに各地にいろいろ行かせてもらってるんで、いろいろ食べてるところもあります。一番いいですよ。羨ましい。すいませんね、はいはい、ということで今日はですね、毎年恒例の、はい、中島ラーメンオブザイヤー村井ラーメン大賞2022、はい、3年目です。3年目、ね、第3回、説明しますと、はい、トライラーメン大賞という本が、はいはいはい、まあ、いろんなラーメン評論家の投票で、うん、新展ですね、2021年の7月から2022年の6月末までにできた新展のランキングがあるんですよ。なるほど。それを俺も勝手に食べ歩いて、はい、予想するっていう、そう全く意味のわからない企画を、そうなんこの人がやれって、やろうと。でも僕は食べてるわけよ。僕は見てますそれを、ね、見てるほら、前はズームでしたけど、ちゃんとこれズームじゃなくやれるってことが嬉しいですね。嬉しい、うん、だから何もないのに村井の無は何、村井ね、中島ラーメンオブザイヤーな、なすか、な中の N なんだ。そうそうそう、中居とかだったら分かったけど、なんか意味がぬらいって何なんだろうってずっと中島ラーメンオブザイヤー、ぬらいぬらいぬらいなのね。なるほど、ということで、だからもう本当に何もない日に、小田原の方行ったりとか、そうね、埼玉住んでるのにね、あ、わざわざ行ってそこのために行って、そうですよ、ラーメン食べるために、せっかく食べてるから発表しないと。フットワークが軽いな、ね、今回なんですけども、はい、僕間違って、うん、2022年の7月オープンの店を結構食べ歩いちゃった。来年の対象のやっぱ貯金作ったじゃん、貯金来年用の、今年の貯金まだ入ってないってことなんですか、それは。来年が対象ってこと。だから小田原の千歳さんの2号店の、あ、千歳さんの、はい、あれですね、麺屋花代っていう、はい、豚骨ラーメン屋さんが行ったんですけど、うん、ここは来年です。めっちゃ美味しかったけど来年、はい、意味なかったです、はい、意味なくない意味なくとか言ったらダメ、来年貯金です、はい、キングオブコント練習しながら食べ歩いた、はい、汗と涙の、夢に出てきた中華そばさんも、はい、僕全 3食、3種類のラーメン全部制覇したんですけど、うん、これも来年、来年です、意味ないです。リニューアルされてるかもしれない。来年だとね、おお、ね、僕すごかったでしょ、夢に出てきた中華そばさん、はいはいはい、芸人なんですよ、うん、で自由が丘のね、そう、うん、でちょっと話せるぐらいで、まあまあ顔見知りで、うんうん、キングオブコントの準決勝の時に食べに行って、うん、そのまま決勝を決めて、ほうほうほう、で、うん、あの時行ったよって言って、その後また決勝の前に食べに行ったの。おお、なるほど、縁起がいいからね。そう、うん、だからそれではもう決勝おめでとうございます。ああ、おめでとうございます。縁起のいい中華そば、すごいんだ、夢に出てきた中華そば。しかも、うん、選手の人がびっくりしましたよ、うん、実は今日ラーメンの仕込みの時に、うん、中島さんの YouTube のぬらいを見てた。すごい。そう。だから喋ってるのか。そう。ぬらいを知ってる人がいるんですね。見てて今日来たからすごいびっくりですよ。さすがの僕も。そうだね。なんかちょっと鼻伸びちゃって。伸びちゃうね。ドヤ顔出ちゃって。私こんなラーメン食ってるけどラーメンの仕事全然してないからね。だから意外と動画ないもんな、今のところ。ですごい調子乗っちゃって喋ってて、ね。そうね。で、こうラーメン来たんでこう食べてたんですよ、うん、そしたら隣の人がバーって帰って帰ろうとしたら、うん、店主の人が、うん、声かけると失礼かと思って声かけなかったんですよ、うん、で僕は全然見てないんですか、うん、そしたらなんかバンドの人もメンバーも全員ここのラーメン美味しいって言ってたんで来たんですよ、また来ますねーって帰ってったんですよ、うん、でラーメン食べ終わって、さっきの人誰って言ったら、うん、世界の終わりを深めた。鼻伸ばして喋ってる場合じゃないで、めっちゃ恥ずかしい。
めちゃくちゃ恥ずかしいじゃん。名前出していいの？名前出していいの？あの人ラーメン好きだからね。あ、そうなんだ、うん、キングオブコントのさ、決勝行っただけでさ、調子乗っててさ横で行きってしまったんだ。しょうがないね。じゃあ初心を大事にしましょう。麺だけにちょっと のぼせ上がっちゃったんじゃないの？おお、うまいことできるこれ。うまいことできるこれ。さすが、さすが第8位。いや、8位。のぼせ上がったわ。違う、お風呂に入ってお風呂かな。難しいな。ラーメン食べるの難しい。ぬらい行きましょう。ぬらい行きましょう。ネタ帳と見せかけたラーメン帳で。そうですね。だいたいこんぐらいですね。怖いな、これすごいな。字が汚いね。ネタ帳とか持ってないね。これは持ってんだね。はい。102杯ですね。86店舗進展いきました。素晴らしい。はい、で、すごい機能力。いや、今回ちょっと少なめなんですよね。うん、去年は100店舗以上行ってたんですけども、うん、あの今年やっぱちょっと忙しい。まあ、コントを頑張ったんだね。はい。そうだよ。プラス、つけ麺博も行かなきゃいけない。ちょっと少ないですけども。行かなきゃいけない。自分で行ってんだけどね。行きましょう。行きましょう。じゃあまずですね、はい、今回のなんか変わったなと思ったのが、うん、コンセプト系のラーメン屋さん。ああ、なんか新しい感じのね。そうなんですよ。多いよね。例えば、ルリカケスさんで、はい、とか、うん、まあ、神さんの出身の方ですね。そうですね。貝とか、ね。貝、貝ですね。貝とか、そう。で、これの郷土料理の、うん、はいはいはい。鹿児島のやつをこうモチーフにして、うんうん、鶏飯、鶏飯って書いて、うんうんうん、鶏飯っていうのをラーメンとアレンジしたりとか。鶏飯とラーメンを渡してるの？そう。だからその、錦糸卵乗っけたりとか、うん、そういうなんかこう合わさって。和のラーメンみたいな。うん、なんかちょっと、あ、そう、和っぽさもあるね。和っぽさもある、ね、うん。で、あと亀井さん。亀井さんね。ちょっとやっぱ、店内も全部緑で、亀のあれで、イメージで、あとワンタンも緑だった、うん。なんかすごいなと。あと、さなじさん、まぜそばさなじさん。はい、さなじさん。これもう、もんじゃとまぜそばの。もんじゃとまぜそば。そう。さなだの2号店ね。そう。だからこういうなんかコンセプトというか。もう、これ全部みんな知ってるんですか？いやいや、知ってますよ。そんなにみんな分かるもんなの？俺、食べついていけなくなって、もう途中からどうして、ハオハオぐらいしかいなくなってる。さなじさん、さなだっていうつけ麺屋さんの2号店で、元六輪車出身ですね、確かね。はい。そう。そうなんだ。鈴木さんの先輩ね。あ、そうです。瀬戸口さんね。はい。で、じゃあ今回ですね、はい、どっから行こうかな、いろんなのあるんですけども、うん、あ、じゃあ思ったのが、うんうん、僕結構、うん、混ぜそば今まであんまり好きじゃなかったんですよ、うん、まあ、汁が入った方がいいよね。そう、うん、今年めちゃくちゃ汁なしがレベル高いんですよ。おー、そっか、それちょっとコロナもあるからね、酢とか多分ね、うん、で、ちょっと帰りとかもね、うん、あ、そっか、それもある、うん、あるんじゃない。で、つけ麺が僕の中では今回ちょっと弱めで、あ、そう、汁なしがめちゃくちゃレベル高かった。なるほど、それは傾向ね。じゃあ、そう、今年の傾向部門、汁なし部門が結構熾烈かもしれないんだ。そう、じゃあもう適当に名前、適当っていうか、はい、あの名前ポンポン言われて、美味しかったぞ。草加のさっき言った混ぜそばさなじさん、はい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 、で、浅草の麺屋丸一さん、はい、これあの、ナンバー11のプロデュースで、うん、あ、ナンバー11のね、そう、プロカルは。これあの、麻婆のしびれと、結構背脂とかニンニクのジャンク感が程よくて、うん、であの厨房がちょっと見えるんですよ、うん、の中のワンオペの人の男の動き、めっちゃすごい。キレッキレも。隙間から見える男の動きを見てた。ドラム叩いてるのかと思ってた。キレッキレ、ここすごいっす、ね。すごいんだ。うまかったっすね、うん。で、あと、手打ち麺さん、亀井さんね、さっき。はい、亀井さん。亀井さんか、はい。麺がすごいんですよね。麺が自家製麺。うどんみたいなんでしょ？そう。うん、もちもちだし、うん、麺触り、この食感。食感がいい。がもうすっごい気持ちよすぎて、店員さんにバレないように麺にキスしちゃった。かわいいな。やりたくなっちゃう。キスは禁じ手だから。最高だから。そうそう。最高だからこいつ。キスは禁じ手。いやもう。もうキスは禁じ手って。あ、そうそう。キングオブコントちゃんと勉強してますね。はい、お笑い勉強して。笑いますよ。禁じ手使っちゃってね。使っちゃってね。そう。それぐらい良かった。麺こんな美味しかったんだ。ちゃんとあれですよ。注文入ってからあの切ってちゃんと。うん。すごいですよ、手打ち麺がめちゃくちゃうまいです、うん、あとは普段した中地、あ、美味しかった、中地ね、はい、行きました、行った行った、味噌ラーメンでしょ、そう、味噌ラーメンと混ぜそば、まずいな、うん、あ、これ麺屋デコさんのサードブランドですか、ね、そうそうそう、ゆいの次ね、はい、うん、うまいですよ、うまいね、で、これ混ぜそばの、なんだっけな、メニュー名、ね、濃厚牡蠣の混ぜそば、あ、そうか、牡蠣の混ぜそばいいな、赤味噌ラーメンが牡蠣だもんね、それを、あ、そうそうそう、混ぜそばにしてるんですね、牡蠣ペーストもガンと乗って、へえ、美味しそう、絶対もうずるいですよ、牡蠣ペースト絶対うまいじゃないですか、うまい、で、しかも麺ともう
タレと油だけでもう うまいの、うん、でカキペーストもするんですよ、うん、でじゃあ玉ねぎが、うん、わざとちょっと辛み残して、うんうん、でメンマもちょっと味付けちょっと濃いめにして、うんうんうん、でチャーシューは炙ることによってちょっと飽きさせないんですよ、たぶん香ばしさで、炙り美味しい、めちゃくちゃこのちゃんと考えてる、乗ってるものを考えてる、いいじゃん、まあ、亀井さんのチャーシューもちゃんと炙って、うん、まあ、あ同じ手法だなと思って、そうそうか、結構油そば飽きやすいですね、そうだね、油味変とかしたい、そうそう、かきペーストとかね、か味変とか欲しいよね、チャーシュー炙ることによってその香ばしさでなんかまた食べやすくなる、喋るねこの人はラーメンの話はでこれそうね、あ、コント中全然喋んないんですよ、僕ね、車ってたもんな、ブルーって言ってくるからね、あと、これ、だしと麺、ゆうえいさん、あ、ゆうえいさん、これって、これは対象なんだね、いや、新店部門に入るのかどうかは、どうなんだろう、美味しかったよ、でも、おいめっちゃくちゃ美味しかった、だしと麺っていい名前だよね、だしも美味しかったし、いや、これ、曲がり営業なんで、バーの曲がりだっけね、あ、そうなんだ、曲がりは入らないんですかね、ひょっとして、ね、どうなんだろう。これはちょっとちょっとトライ時間が短い、そうトライだとちょっと入ってくるか分かるんですけど、うん、これ汁なしこんだけうまいです、うん、やっぱまぜそばさなじさんとかあの4種類の無料トッピングで、うん、チーズとかベビースターこう選べるのこうやってカスタマイズでね、いろいろで僕ブータンと言って、うん、食べに、うん、2人でブータンね、でっかいおでっかい男の、うん、おじさん、うん、おじさん2人で YouTuber、うん、なのになんかすごいその無料トッピングどうですよねとか、うん、めっちゃ楽しくこう食べておじさん2人がいや女の子に行きたかったよ、ね、カスタマイズはね楽しいけどね、おじさんのカスタマイズいいもんね、何でもね、そうぜひねデートにも使えると思うんで、なるほど、はい、混ぜそばコンビニ、混ぜそばで一番うまかったのはやっぱ亀井さんです、うん、亀井さん、亀井さんおめでとうございます、やっぱバスケ車のところ、そう、バスケ車のところはもう麺がもうバスケ麺がダントツに、え、ていうか亀井さんか新店の部門というかもう、うん、全体、新店以外の全体でも、うん、麺のうまさは、ピカイチ。ピカイチだと思います。はい、質問です、はい。混ぜそばとラーメンだと混ぜそばの方が良かったってことですね。じゃあ亀井さんは。そうです。おお、そうなんだ。よくわかりましたね。だってほら、醤油ラーメンとかも結構みんなね、はい、よく 見るけど。本当は醤油なんですかね、多分みんなまず。で僕は醤油から言ったんですけど、醤油食べてる時に、この麺絶対混ぜそばの方がうまい。あ、混ぜそば絶対うまいな。食べたら予想以上に抜けてきたと。なるほど。これはちょっとまずそばチェック。亀井さんか。亀井さん。柴崎。柴崎ね。柴崎行く。はい。行きましょう。チェックしておきます。京王線ね。これもうね、有名なんですよ、この2人が。夫婦でやってて。亀井、はいはい、さんの。宮本さんですよ、ね。宮本さんでね。なんか、二毛作の方でやってた方ですよね。はい、うん。で、奥さんもいろんな有名店でこう働いてた方。もう人気のラーメン屋さんだと思うんです。すごかったです。じゃあ次は、塩いきましょうか。塩気になる。塩ラーメンは、ね、塩ラーメン、はい、ね、ラーメン わらさんですね。はい、あの広崎辻堂、そうです、ね、辻堂か、うん、あ、合ってます、市は茅ヶ崎市、これ新華さん出身ですね、うんうん、で結構動物魚介でちょっとほんのり甘みがあって、うんうんうん、だ新華さんって昔の塩よりちょっと甘み入れたりして途中で抜いたんです、うん、だからやっぱ逆にこの方はちょっと甘みを入れた方が、うん、あ好みだったのかな、昔の新華っぽいってこと、うん、でもあちょっとね新華っぽさもあるんですけども、うん、もうオリジナルです、うん、オリジナル、うまかったっ、でもやっぱ塩ラーメンで独立されたんだね、醤油もあるんですよ、あ、醤油もどっちも美味しい、スープ違うんですよ、塩と醤油、うん、で麺も自家製麺でどっちも違うんですよ、大変だこれこれすごいっすよ、で塩の方がやっぱ美味しかった、でも醤油部分もある、俺醤油の方がうまかった、えでも塩で入ってきそうなんでね、そうです、醤油の方が店が多いから、そうね、わかる、塩の方がなんか簡単そうってこと、簡単そうって言い方あれだけど、部門的に醤油の方がいっぱい店が多い、ね、そこが難解だもんね、ちょっとね、塩の方でいけるんじゃないかっていう、まあ、どっちも美味しいってこと、行くってことはあるよね、で、あと塩どこだっけな、あ、ルリカケスさん、はい、さっきも出ましたよ、名前、これ塩、ここも塩と醤油でスープ、うんうん、で塩が結構貝が強めで、あ、貝だし、うん、俺は好きじゃん、貝、ね、ラーメン貝がだってね、貝はね、めちゃめちゃ美味いから貝だしのラーメン、だから塩の方でそっちを出してきて、うん、あ、塩の方がね、貝だし、そうね、魚介系のやつはいい感じになりますよ、ね、
絶対好き、俺は。行こう。ルリ、ルリカ、ルリカですね。あと、ラーメンブレイクビーツさん、ね。ブレイクビーツさん。ユーテンジ。ユーテンジ。はい。ブレビ、ブレビ。うん。そう、ここね、僕、最初に醤油食べたんですけども、うん、なんかあれなんですよね、柴崎指定さんで1日修行したらしいんですよ。で、なんか結構面接も整えられた、もうすごいなんか、おしゃれな、うんうん、おしゃれな、なんていうの、言うてんじゃないですか、うん。駅から結構歩くんですよ。もう駅からちょっと遠い。しかも迷う。小道をこう行って。で、今人気になりすぎちゃって、貴重性になった。ああ、なるほど。一回書いてね。書いて、どっかで回って。あるね。スタッフとかそうだね。うん。ああいうやつね。だからね、みんな結構ね、行きづらい。うん、俺も思ったんですよ、ああ、もう行きづらいなと思ったでしょ、うんうん、僕見つけちゃいました、平日の14時に行くと、書いてすぐ入れます。おじゃあ、並んでないんだ。え、ちょっと並んでるんですよ、もう空きがあるんで、すぐに入るんだね、そう、なるほど、お昼タイム前ぐらいが、14時ね、だから13時半とか14時ぐらい、うん、でもその15時には閉まっちゃうとかある、たぶん15時の回で終わりだから、なるほど、15時ぐらいで朝とか、14時がベスト、14時ぐらいに行くのが狙い目だと思います。なるほど、あとね、店主さんが結構、ツイッターとかで細かくね、うん、情報をくれるんで、うん、はい、まあ、人気店の対策ですね、そうなんですよ、いや、ラーメンブレイクビーツがその駅から遠いっていうのでさ、うん、なんか、それに、こう勇気をもらって、ほらラーメン小池の水原さんがあの小池の家系をあそこに食べてましたね、作ったって言ってたよ。え、そうなんですか。ブレイクビーツこんなに遠いのにこんだけお客さん入るんだったら俺も行けるだろうって。あ、そうなんですか、うん、家系作った小池の家系、そう、小池の家系巣鴨にね、できたんだよ。そうなんですか。そうなのよ。だから、行きました。次回のヌダイの大賞典だから僕まだ行ってないですよ、今忙しくて行けてないの。煮干しの丘の小池が作ったんですね。そう、行ってみてぜひ。しかも美味しかった。めちゃくちゃ並んでたんですよ、ね、めちゃくちゃ並んでた。2時半過ぎでね、20人ぐらいなの。あんなとこだ。すげえ。そうよ。ラーメンは。ラーメン好きはこう行列とかその時間かかるの問わないですよね。だ、から遠くてもみんな来てさ。別に行くし、並ぶし。20人にも30人も並ぶからな。ブレイクビーツね。ブレイクビーツ、はい、じゃあ、まあ、塩こんな感じですかね。の中でもどこだったラーメン、わらさんですね。わらさんか。気になる。終わった。気になる。進化のやっぱ、DNA を、うん、まあね、ソルトコーディネーターまで取っちゃいましたからね。あと、関口さん。そうですね。ね、あと、アットホームなんですか。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、地元に愛されよう。そう。なるほど。多分、お子さんもなんかたまに、うん、出てきてラーメン屋で出てきて、うん、奥さんがこう並んでたりとか。なるほど。でだから奥さんもなんかドラえもん好きなのかな。結構ドラえもんのグッズとかをこう置いてあって、ファミリー感が溢れてる。そう、そこもいいんですね。なるほど、ぜひ来てください。はい、さあ続きまして、次何やって、味噌行きましょうか。味噌は飯田橋中地さん、中地飯田橋か、うん、美味しかった。うまかったですよね。強いしね。そう、味噌が強い、パワーがけど、なんドロドロ系の強さじゃないけどね、うん、味噌の旨味、札幌の味噌ラーメンみたいな感じですか。札幌は脂感はないけど、うん、なんか王道の味噌って、うん、王道だよね、味噌が美味しい、うまい、うん、で、あと三細胞さん、あの北本にある三細胞、あと吉川の三面ブランド、あそこまで行けなかったんだな。新麺まで行ってタイムアウトで引き返してきちゃったんだ。あとちょっとなんだよな、新麺から。遠かったよ、大将。こんな遠いんです。どこの場所？北本ってどこ？もうね、大宮の上。あっちの方だよね。はい、大宮の上で。しかも駅から遠いんですよ。そこ遠いんだよ。すごいね。歩きましたよ。本庄あるな。すげえ歩くからな、この人。歩でも、単細胞も塩じゃなくて味噌なの？あ、味噌良かったっすね。あ、そうなんだ。で、あとは、うん、バロンヌードルさん。あ、聞いたことある。バロンヌードル。これ横浜の、なんだっけ、浜戸田さん出身かな、確か。うん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 、で、ここ結構、好き嫌い分かれると思う、うん。で、ちょっと、結構変わった、アジの、出汁かな。めちゃくちゃ強い。アジの味なんだ。かけてないです。めちゃくちゃ強くて、うん、あ、なんか変わった味噌だなって。すごいじゃん、魚効いてんだね。効いてます。珍しい、魚効いてる味噌ラーメン珍しいよね。確かに味噌に負けちゃいそうだけどね。負けてないですよ、これ。サバ味噌みたいな、そういうこと。でも方向はそうかもしれない。そっちの方の魚介味噌みたいなのがね、うん、なるほど。これは好き嫌い分かれると思うんですけど、ハマる人はハマる人もハマると思うん、はい。で、この僕は中地さんが一番好きでしたね。あ、中地やっぱリーグマットと思う。
都内の味噌でも相当いい方だと思うよ、そんな美味しいの中に、しかも飯田クランシャは結構行きやすい、ピリ辛系もある、辛味噌とかもある、赤と黒だよね、確かに看板、意外看板、赤味噌ラーメンとか白味噌ラーメン、白、そっちの白か、そう、赤味噌だから辛い、あんきも、あんきものやつと牡蠣のやつ、そうですね、そうそうそう、俺はクルリとか好きだったからな、武道館で仕事の時行かないと、いや、ないですよ、武道館でしょ、武道館芸人で武道館やるわけないでしょ、なんか嫌な予感してきたぞ、なんか嫌な予感してきたぞ、敵が来ましたよ、敵が来た僕の敵ですよ、面白いやだやだ、やからだやから、わびっくりした敵来たよ、ぬらいラーメン大賞発表中です、ぬらいラーメン大賞今発表中ですから、ここいやもう本当にいなくなってくださいやりづれやりづれこれ考えたらビキニするよそうだそうすぐビキになっちゃ う, そうだよ怖え公認からビキンってもう公認からビキンってすごいよ楽ちん一言で言いますからね、はい、で味噌来ましたね、じゃあ次味噌まで来ましたね、うん、じゃあもうポンポン行きましょう、もう、はいはいはい、豚骨ってやっぱり結構今あの家系が強いんですよ、家系ラーメン、家系は豚骨入ってんだ、そうです、入ってんだ、じゃあ結構ありそう、結構広いですね、うん、で結構豚骨ラーメンの進展があんまりなくて、うん、だ多分入ってくるのは家系か、多分二郎系も入ってくるじゃないですか、二郎系もね、あるよね、で一緒に行ったあの駒込の麺屋ヒーローさん、あヒーロー行ったな、行った行った桜台の、そう新桜台の、ね、うん、うまいんですけど、ただね、あの麺の量がね、うん、あの書いてある量より多分 1.5 倍ぐらいで来るんで、ちょっと多いね、多かったら話が強いやろ、こんな多かったかな、だから、うん、美味しかったよ、ね、200とか書いてあるのに300ぐらいあったもん、あったあったね、ちょっとあのサービスですよね、はい、サービスでやってくれてるんでしょうね、はい、そこだけは本当気をつけてください、本当美味しかったですねであとは、大崎屋さんっていう、うん、新川崎の、うん、これは軌道屋さん系です、ああそうなんだ、家系だじゃん、はい、家系で、うん、菊池さんのお弟子さんなんだ、そうです、うん、これはまあまあまあでも最初あこれはいいや何それ心折れちゃった、かわいそうじゃないか、最初食べた時が美味しくていやいややめて邪魔する怖え大崎屋さんね、最初めちゃくちゃうまかったんですけど、うん、2回見たらやっぱちょっと変わってて、まあ家系はブレがどうしても好きもの、最初の方が好きだったんですけど、うん、もうバチバチの材料ぶち込んだ系、うん、でもう一個やっぱりあの金町かな、三浦屋さん、いやー美味しかった、三浦屋は本当に僕も紹介しましたって中島さんに、うん、いやめちゃめちゃうまいですねあれ、まあ、あれ並ぶ価値ありですよ、あるよ、めちゃめちゃ並んで食った方がいいですよ、うん、あれそれブローカーの作った三浦さんが、うん、なんかね本気でやってる感じでも、うんうん、これ人気もすごいですね、もうね、すごい、だからあの武蔵屋系は結構かなり面白くなってきたな、個性出して、はい、ご飯とかもねちゃんとなんか美味しいし、そうすごいですよね、なんかとにかく わかめのトッピングとかもあるんだね、ああるね、なんかわかめのトッピングとか知らなかったけどめっちゃ合うね、あ合うんだ、合う、わかめは家系に合わないと思ったらめっちゃ合うのね、へトッピングも美味しかった、ちょっと面白くなってきてるね家系はね、ちょっと武道館、あ武蔵屋とか今熱いですね、武蔵屋も美味しいってなってるよね、なんかね、なんかいろんな店舗を各自で作ってるから、そう味が変わるし、よかったね、裏武蔵屋とかも行ったでしょ、裏武蔵屋も行った、あ行きました、行った西千葉かな、あれ美味しい、高級でね、スープたっぷりでね、うん、美味しかった、美味しかったですね、きれいな、醤油の香りするんだよ、あそうですね、家系なのに、そう美味しかったっすね、やっぱ三浦、うん、だ豚骨三浦屋さんっすね、ね、もう何言ったの、はい、美味しい、これは僕も本当美味しかったね、はい、僕のサインもあの壁に書いてあるんで、書いてある、へえ、番組のサイン、わかります、ただすするくんがあったから、僕も隣と思う、商売敵。さあ、じゃあ、あと煮干し行きましょう、煮干しも気になる、このアンツの木さんが美味しかったんですけど、うん、これもあの入るか分かんないんですよね、なんかちょっと移転とかしたりとか、新店扱いになるかどうかってこと、アンツの木さん、めちゃくちゃうまかったっすよ、うん、しかも、カモとかやってたんですけど、僕行った時はもう煮干しに変わってて、うん、でも鶏の旨味もあって、で麺もちょっともち姫使ってるな、あじゃあ、うん、あっち系だね、極太系ね、はい、うん、なのに煮干しのうまい淡麗な分厚さもあって似合わせてるんだ、うまかったです、うん、でチャーシューも美味しいし、立川、そう今立川か、遠い、あ立川か、今八王子に移転したんだ、うん、はい、だいぶ遠いな、
だと三色さん金賞。ああ行った。行った。眠る出身。そうです。イカ背脂にも。中川会のおかみのとはしごして。あ、中川会のおかみのなんかありましたね。そう、おかみと仲いいんだって。あ、そうなんですね。なんか食券機の上になんか、あ、中川会のおかみがなんか、うん、なんか乗り込んできてる感じだったでしょ。イカ煮干しね。イカ煮干し。イカ煮干し。だからイカ背脂煮干しってさ、うん、眠る出身的だからなんかすげえ濃厚なイカ煮干しに背脂乗っけるのかなと思ったら、はい、食べたら、あ、そうじゃなくて、あの多分新潟の、うん、あの。背脂煮干し、うん、純とかのね、はい、うん、結構煮干しの あっさりしたに背脂をこう乗っける、この煮干しがイカですってことです。だから上品なんだよ。そうですね。だから眠るは結構暴力的じゃん。だけど三色は上品だ。だからちょっと意外でしたね。意外だった。で美味しかったよ。でもだから結構、うん、ここもちゃんと自分の味を出して、うん、出身の良さを生かしつつ、うん、自分の味を出すことを美味しかったですね。煮干し来たことないな、ほら。あと、西英福の煮干し箱。はい。はい、こう美味しかったですね。もう、うん、もう本当に王道の煮干しというか。西英福。僕は、一番はここです、もう。うん、なるほど。もう、おぉ、行こうかな、これは。美味しい。だやっぱ、都内でも有数のうまい煮干しに、これ匹敵するぐらいの美味しさだと思う。西英福は近いな、まあまあ。駅からも近いです。うん。ぜひ。煮干し箱。はい。うん、じゃあつけ麺、つけ麺僕はあんまり今回よくわかんない、うん、そんなになかったつけ麺多分ですけど、ロビンソンさん、あの虎の門のロビンソン、はいはいはい、あとは、中華そば千の鳥さん、池尻王子の、あ、池尻の、あの千里眼のセカンドブランド、そう、あ、これセカンドブランドって結構みんな言うんですけども、うん、違うの、埼玉の四季に、あの、貝玉千里眼でいう豚骨ラーメン屋があるんですよ。うん、ああるね、だから僕は多分サードブランドだと思うんですよ、ね。なるほど。なるほど。だからその、経営とかよくわかんないんで。千里眼の。じゃあ、ここあの塩ラーメンも食べたんですけど、うん、あ、つけ百でも来たんですよ。あ、そうだね。つけ麺で。ね、うん、僕、つけ麺の方が美味しかったですね、うんうんうん。ちょっとスパイシー感も足されて。うんうん、はい。麺も美味しいし。うんうん、はい。この2つですね。じゃあ、ロビンソンにします。ロビンソン。はい、ロビンソン。あとはじゃあ最後醤油かな。醤油。あ、その前あれ行こう。あ、ミックス、ミックス。ミックス。ミックスはあれですね。小池屋分店緑斎さん。新恋はあの。はい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 、はい、あれ醤油でも言うんですけども、うんうんうん、ミックスのなんだっけな。タンメンかな。タンメンの方が。美味しいですよ、うんうん、でまず醤油なんですよ。このタンメンが美味しくて、あの豚骨シャボンのどぐろのトリプルスープ で、うん、で野菜のうまみもあって、でちょっとほんのり辛さとスパイシーさっていう、うんうん、もうちょっとジャンク感もあるんですけどうまい。これちょっとめちゃくちゃおすすめです。マジか、はい、その小池、名前が小池屋、新小岩、うん、小池屋分店緑斎、あの仙台のお店の分店で、うんうん、名前が難しいね、はい、小池屋トントン、え、小池屋分店緑斎かな、はい、要するに豚骨魚介のやつの美味しいやつってことね。醤油はシャモの、シャモの醤油、そう、まあ、でもミックスが僕これこっちがいいんだ。この乾麺みたいなの、つけ麺ラーメン、ラーメンで美味しいの、うん、美味しい、気になるな。あとミックス、さっきも言いました錦糸町中華そばの三色さん、三色さんで、こちらのね、中華そばの方が、うん、中華そばっていうのあった、確かに、はい、あれがちょっと半濁、ちょっと濁ってて、うん、でちょっと動物と魚介の感じの旨味が、イカ煮干しではないんだね。違うんです。あ、違うん、これまた違うスープで、このなんか動物と魚介の旨味が、うん、なんかこううまいところにギリギリ届かない、なんか なんなのこの行きそうで行かないラインを全部の旨味がこうやって丸にしてるの、バランスがすごくて、バランス型なの、これはね食べたことないタイプで、なんで中華そばって名前にしちゃったんだろう。そう、あれどうしてもイカ煮干し押しちゃうよね、あれね。そう、うん、みんなそうなんですけど、僕実はあそこ中華そばを食べてほしいと思って、食べよう、これね、で僕も平星の星野さんと、あ、ラビット出たじゃん。出たね。ともしげが平星の星野さんを紹介したんで、はい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 、で僕はそのラビットの星野さんを TBS で出待ちして、うん、ラーメン行きましょうってラーメン食べに行かれてるわ行かれてます
で行ったんですよね、うん、でその時にこう行って、うん、でどうしようっすねって、うん、これみんなイカ煮干しって言うんですけど中華そばちょっと食べてくださいお願いしますって食べたら、うんうん、めっちゃ良かったお眼鏡にかなった良かったわと思って豚骨大王の、はい、メガネにあの人すげえ食ってますからね確かにあの人もすごいあの人やばいもん、ね、やだもん見てるんですよラーメンマニアねあの見てるんですよやだよ前回長いってダメだし確かにコンパクトの方がいいねコンパクトしますちょっと時間がいきますねあとはなんだ、はいはいミクソこの2つですね、うん、でだ僕は小池屋小池屋さん、はい、はい。これはであとトレンド多分これはよくトレンド部門っていうのもあるのね、はい、多分玉ねぎヘッドバットとかあその辺が入ってくるんだね多分入ってくるんじゃないですかね変わり種系おそらく、はい、変わり種系要町、うんうん、であとはここなんですよねこれがどこに入るか分かんないですけどあの鈴木の、熊谷の上ちゃんはいはいはいあ熊谷にもあるの今そうへえ知らなかったこれが、初の公認店だ、うん、多分これは多分新店部門に入ってくると思うけど、なるほ ど, どの味に入るか分かんない確かに辛いタイプ、ね、醤油なのかどうなんだ辛い部分はないでも浮くもんね辛ラーメン部分ってないんだ辛ラーメン部分ないないのか、うん、フライさんはだからこれとトレンドなのかでもこれ絶対どっかに入るどっかには入るモンコツとかなるほどな何なんだろうねあれ、うん、いつも思うけど、うん、アリランとジローのね融合ってそうそうそうね高いよね辛い辛ラーメン、ね三鷹のお店、まあ、鈴木さんの本店だけは、うん、辛い、スターマンそばの辛さが非常に辛いから気をつけろと分かりました、はい、他はピリ辛とかは大丈夫だけど他はピリ辛でちょうど良い美味しさ、うんうん、だから普通のピリ辛の辛いスターマンの方が結構僕は中毒であってます、うんうんでここなんか隣があの牛乳だから雪印だっけななんだっけな明治だっけなあのそうだからその牛乳も売ってるんですよだから地産地消な感じではいだからその、はい、辛いスタマンそばとあそれとねちょっと牛乳でねなるほどまろやかにまろやかにしてねフルーツ牛乳とかもあるんですはい一応いいんですよでもう接客もいいしもうぜひおすすめですおすすめなんですね、はい、熊谷のお店ですねであとじゃあ最後醤油最後醤油、はい、醤油いきましょうよ醤油醤油だいぶ醤油が多い醤油多すぎるなこれちょっとちょっと多いぞこれもう一旦一旦バーっていきましょう、はい、ラーメンわらさん、小池屋分店緑菜さん、はいルリカケさん、だしと麺ゆうえさん、うん、あと白鯖おさらさんあ美味しかった、うん、で、麺どこ西尾さんこれ柏木あるお店ではいはいはい、はい、これ本田さんのラーメンが好きで、うん、ラーメン屋さんで働きつつ週一でバイトしてたっていう、うん、で冷やし十字王っぽい味なんですよ昔のねそう、うん、でもあのでもチャーシュー3種類の、うん、今の本田さんみたいなちょっとなんかここもいいんですよ、うん、で手打ち麺菜亀井さん、うん、さっきも言ったあさっき言った、はい、これもやっぱ麺とキスキスしちゃうけどねつけ麺も美味しいけどつけ麺と混ぜそばも美味しいけどラーメンも美味しいです、うんなるほどだから結構ね、でも亀井さんやっぱ麺、うん、だからトッピング、メンマとかもうまいんですよ、本当にね、うん、なんか四角い、そうそうそう正解ですね亀井はそんな美味しいんだなでもね、結構あのスープはね、そんな強くなくて、うん、結構バランス型ですね、うんうん、だから、うん、だからそこもちょっと意外でしたね、もっと、うん意外バランス型だなと思ってあとね山田のうなぎっていいあ山田のうなぎラーメンってやつでしょそうです、うん、食べたことないけどよく見るねそんなのあるんですよ、うん、うなぎラーメンあのこの神水産あこの神水産好きじゃあ絶対好きインダラみたいなやつがあるパイタンなんだインダラ系のやつが、うん、鮮魚系鮮魚系うなぎのそう金かかってしょうがないじゃんねねそうバカ高いじゃない、ね、しかもなんか入り口も高級感あって、あの、うん、辻田の奥の院って前煮干しやってた、美味しかったね。あそこはなんか料亭みたいな入り口やん。本当本当。入りづらいんだけど、はい、ね枯山水みたいな雰囲気でね。でも本当にあの普通に入あのアットホームなお店なんです、うん、ぜひ行ってくださいこれ。一見で入りづらいんであそこそう。いい色橋でね。うなぎラーメン。うなぎうまい。これなんか民谷武蔵さんとコラボしてできたのかな。なんかそんなようなことがありますね。うまかったっすね。でおさらさんはね、じゃそのおさらさんも、ね、いや美味しいよね。うん、新店の味じゃないもんね。あもうおさらさんね。もうなんか貫禄出てきちゃったもんね。カズヤさん出身。ああ、うん、美味しい本当。そうですね。うん、でなんか結構動物と魚介の強さのバランスもなんか
結構いじってて、うん、でなんか今結構よりオープン当時よりもなんか強くなっていい感じになってるんで、うん、僕2回行ったのかな、ここ、はい、2回目の方が美味しかったですね。でルリクキさんは最初に行ったあの郷土料理のケイハンの ね、行ったね、行ったね、なんかね、うん、鶏と節のなんか旨味で、うん、はい、であと、あ、で緑菜さん、あの小池屋ぶってる緑菜さんは、醤油はですね、あのこれも僕好きで、うん、結構貝の下支えでちょっと甘みがあって、うん、そっからなんかシャモシャモシャモって、うん、で複合的なんだ、ちょっと、うん、でそうなんですよ、うん、で地がらしとか、あとね親鶏のね、コリコリ感もうあって何これ、完璧なのってだからちょっと甘いの好きな人はおすすめです。僕好きなんです。なるほど。今度ってさ、同じ店ってさ、2杯食いするの、それともそのまた後日行くの、あ、どっちのパターンもあって、ここは2回行った。2回行くの、やっぱ新恋は結構美味しかったから、うん、新恋って結構遠いけど、そうだよね、よく1回も食いなってすげえな、なんかその量食べなきゃ気が済まないんだね、麺もつけ麺も気になってしょうがない、しょうがない、埼玉から遠いんすよで、ラーメン和田さん、あの和田さんは辻郎の、うん、そう、これはね、醤油は結構、まあ、今っぽい鶏中心の感じなんですけど、うん、昆布のうまみとかもあって、うん、麺がうまいですよ、うん、醤油の麺が僕すごい好きで、うん、平打ちの中太なんですよ、うん、ちょうどいい感じの、うん、これ前半から後半まで、まあ、ずっと美味しいちょっと垂れてるんですけど、ずっと冷めてもちょっといいわ、そう、そう、え、これがすごいよ、最初うまいなっつって、うん、最後まで麺うまいって、この麺が美味しいところ、そう、うん、だから醤油の麺が好きだけど、うん、塩はスープが好きだ、なるほど、これだから酵素つけて、そうだから、もうどっちも多分難しいな、で煮卵も 2色なんですよ、すごいしゃれてるの、2色煮卵、うん、ダオタ買っちゃうよね、ダオタね、はい、美味しいもんね、こんな感じですかね、はい、醤油はどこですか、醤油ちょっと激戦じゃん、醤油多すぎるね、ちょっと悩んでる、長田さんで、長田だ、長田だ、やっぱそうなんだな、長田さんがやっぱいいんだ、大山、はい、うん、うまかったです、うまかったね、うまい、長田さんですって、うん、もう誰が食べてもうまいですよね、うん、もう貫禄だよ、貫禄、麺は細い感じ、麺そうだね、細で、しかも自家製麺かな、うん、ですよね、確かに淡麗系というか、まあ淡麗系、でも分厚い、そう、結構分厚くてね、分厚いですよ、材料使ってそうな感じで、醤油も効いてるし、いいよね、そうラーメン好きな人が作ったんだなって感じするよね、あ、なるほどね、うん、こんな感じですね、で、あ、そうか、大将ぬらいラーメン大賞はそうなんだね、それを去年のぬらいラーメン大賞はラーメンウォーカーキッチンだからあ、そっか、あなた新人の対象ですね、去年は当たったんですか、結局去年当たったんだっけ、いや、僕全部外してますね、全部外したの全部2択を外すんです、これトライって結局こうトライに向けてやってるんですよね、はい、これどれだけ当たってるかってことが、一応この放送日で言うと明日発売になってます、はい、そうですね、トライはどれが当たってるかってことでしょ、第1回も、2択で外して、こう2つまで絞って外して、うん、はいはい、第2回もフィールさんと深緑さんまで絞って、うん、僕深緑さん行ったら、うん、ヒールさんでヒールさんになってたね、深緑も美味しいよ、でもじゃあ今回ラーメンは和田さんと、うん、亀井さん、あ、和田さんと亀井さんが二強っぽい、二強、長田さんじゃないんだね、はい、おお、やっぱその、ね、そういうのね、やっぱ2杯うまかったんです、どっちも、あ、どっちもね、総合2種類、そう、うん、なるほど、でラーメン、あーだってどっちもうまいんだもん、大賞ってそのいろんな部門の中から総合点、そう、大賞が大賞時間時間になるわけですね、そういうことシンプルに、うん、難しいな、煮干し箱さんとかもあるよ、いや、うまかったけどね、わらさんに行きましょう、わらさん、おめでとうございます、ぬらいラーメン新人代表わらさん、おめでとうございます、わらさん、やっぱ塩も醤油もスープも麺も違うし、うん、もううまいし、やっとオムだし、もう美味しかったもん、あとやっぱ、ね、でもね、やっぱ多分ですけど埼玉から、
茅ヶ崎の方まで行ったっていう労力代がかかってんだ多分 それも入っちゃいますねそれはダメだよね思い出これは関係ないそういうの踏まないでくださいちょっといろんなところに住んでんだから人間ってしかも駅からちょっと歩くんですよそれを踏まないでください遠い感じとか言ってないわけ汗だくで暑い中さ日が差してさ、うん、それダメだそれはカウントしないでくださいシンプルラーメンだけやってくださいでも新華さんのお弟子さんってことだから世田谷の孫弟子ってことなのかな すごい時代だすごい塩ラーメンが、ね、はいわかりましたじゃあ隣大将隣大将じゃ狙い大将まあまあ総合大将いやいやもう今回もう本当に狙い大将もうジャパニーズそばヌードル草さんですお、ね、2回目の受賞ですよ草さんはもう絶対だ。あれ？これは新人じゃなくていいと思う。これはもう総合で。もう草さんはもう、まあ、これはみんな知ってるけど、草さんは。うん、しかもやっぱ鬼さんがね、鬼さんがね、今年そうだよね、あの、ね、あの猫のやつだよね。そう。いやーめちゃくちゃ悲しいですけど、うん、もうもうこれは僕はもうこれだけはもう、まあね、最後に歴史を作った、はい、お店ですしね。そうですね。美味しかったもう。いや、いい人だったんですよ、結構。いや、僕もだから、ね。めっちゃ若い、同じぐらいだよね。40ちょいぐらいだったよね。多分一緒ぐらい。そうそう、40前半ぐらいで。うん、もったいないよな。同じね、うん、芸人、ラーメン仲間の北川メンマくん。あ、メンマくんね。うん、なんか、仲良くさせてもらってたみたいな、うん。一緒に行った時も結構こう、なんか、美味しい醤油のあれとかこうくれたりとか。へぇ、優しい。そう、いろいろしてくれたから、本当に。ね。楽しかったけど。お世話になりました。おめでとう。お祈りする。でもね、ツタは続くってね。あ、そうなの。え、なんか書いてなかった？あ、全然。どっかで見たけど、多分何かしらの形では。そう。ベルセルクも続くらしいですよ。ベルセルクも漫画が死んじゃったけど、どんどん書いてくる。おじさんかっていうパターンですよね。うん。正直ですよね。頑張って繋いでてほしい。ね。そうですね。はい、ということで今年もヌライを発表してみましたけども、はい、もうあれですから、キングオブコント3位になってからのヌライだから、これちょっと違うよ、人は違う。あの本当にお笑いファンの人は見ないでください。いやでもね中島君がこんなに喋ってる動画はない。ないっすね。あとちゃんと足に稼いで食べてますからね。でお金も勝手に使って、金もないのに、お金も時間もで、アルバイトで一生懸命食べた金を全部それに使っちゃうから足りなくなっちゃうんだ。ラーメン屋で稼いだ金を全部ラーメンに使うって、そうね、輪廻転生みたいな感じになってますけど、わけわかんないですよね。これ、ね、ロンダリーですよ。でもね、うん、意味がなってきたらいいですよね。本当、ね、ぜひね、仕事に繋いでたいよね。はい、ね、来年はヌライができるのか、忙しすぎてできなくなるのか。ヌライにちょっとこの一枠ぐらいね、ヌライもありまして、コラボできるかもしれない。そこの本に行けるかもしれない。ね、紹介しますよ、編集部でよければ。ね、こいつ、入れてくださいって。いやでもドライバー2票ぐらいでいいんだよ。入れてあげてください。こう食べ歩くから、うん、より評論家さんの凄さが分かって、いや本当に評論家さんと一緒に仕事すると本当分かる。いやだから大変、一緒にねトライを考えるみたいな仕事が来るかもしれないよ。もういや1票入れるみたいな、なんかもうあるたちすごいなって、やっぱすごい無理すごいですよ、やっぱホントもうだからもう本当尊敬してるんで、はい。ということでね、今年もヌライ発表になりました、はい、トライは明日発表になりますので、当たるかどうか、当たるかどうか、ね、そして、ね、食べ歩きしてほしいね、寒い季節ね、はいはい、美味しいからね、ぜひぜひ、ね、食べ歩きしてもらいたいと思います。はい、ということで、はい、じゃあヤダンモグライダーまたテレビで見たい、はい、これは、はい、頑張ります、頑張って、はい、仕事してください。はい、はい、ということで2本に渡りましてヤダン中島くんとモグライダーのともしげくんでした。ありがとうございました。そして私で隊長でお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。受けろ気持ちいいぞ。